邪神ちゃんですの。8月10日に呪術廻戦巻話前編の放送がありましたの。怪玉玉折編の第1話から第5話と劇場版呪術廻戦ゼロを30分にまとめた非常にわかりやすい総集編でしたの。私も劇場版呪術廻戦ゼロを見に行った時にすごく感動して感想動画も出したのですが、今回の総集編を見てたくさんの伏線に気づくことができましたの。ということで今回は原作未読の私が怪玉玉折編を見てから劇場版呪術廻戦ゼロを見て驚いたポイントを5つ紹介していきますの。私と同じく原作未読の人もなるほどと思ってもらえると思いますし、原作既読の人からはやっとそのステージにたどり着いたかと温かい目で見ていただけると思いますの。それでは早速いきますの。驚いたポイント1つ目は冒頭のバスケシーンですの。非術師を守るのが術師の役目だという夏藤さんの考え方のスタートを描いて、そこからの変化が印象的なのは改めて総集編を見なくても分かっていましたが、大事なのはバスケットボールの方。正しいフォームでシュートを決める夏藤さんと、フォームも何もあったもんじゃない投げ方でシュートを決める五条さん、弱者の理論と強者の理論という相入れない2人の考え方を指し示すとともに、後に無加減呪術を覚醒して文字通り最強になる五条さんとの才能の差というのを表している描写なんだなと改めてしみじみ感じましたの。2人が同程度の才能で、少しだけ夏藤さんが真面目じゃなかったり、少しだけ五条さんが弱者の気持ちが分かってたり、そういう違いがあれば2人の運命はまた変わったのかなと考えさせられるシーンでしたの。驚いたポイント2つ目は新宿というロケーションですの。夏藤さんが百鬼夜行を行ったのが新宿と京都。どうしてその地を選んだのか、京都はまだ分かりますが新宿というのはどうしてだろうと思っていましたの。怪玉玉折編のラストで夏藤さんが最悪の呪詛師になった後、五条さんと再会して言葉を交わしたのが新宿でしたの。そんな因縁もあったからこそ新宿というロケーションを選択したのかなと思いますし、劇場版呪術廻戦ゼロで描かれたあの素晴らしい戦闘描写がこの地で行われたんだなぁと思うと感慨深いというか、なんというか複雑な感情になりましたの。驚いたポイント3つ目は沖縄の描写ですの。最初に劇場版呪術廻戦ゼロを見た時はそもそも沖縄の描写があったことを覚えてなかったですし、莉子ちゃんや五条さんと過ごした青春の象徴、夏藤さんのいい思い出として描かれているのが非常にエモーショナルな一方、当時とは変わり果ててしまった関係性にすごいショックを受けましたの。そもそも怪玉玉折編の終わり方を知らなかったから、沖縄での平和な日々の意味合いが原作既読の人よりちゃんと分かっていませんでしたが、莉子ちゃんと過ごしたあの日々が莉子ちゃんの結末を考えるととても大事でしたの。驚いたポイント4つ目は乙骨雄太さんの失礼だな純愛だよに対する夏藤の回答、ならばこちらは大義だが含む意味合いですの。上映前の宣伝から失礼だな純愛だよは映画の代名詞ともいえるセリフで、劇場で見た時もその言葉選びにしびれていましたが、怪玉玉折編で強く描かれた夏藤さんが意味を大事にする姿を見た後だと、ならばこちらは大義だの方がすごく強い気持ちを感じるセリフでしたの。非術師を守るために術師は存在するんだと言っていた序盤から、非術師を全て殺してこの世から呪詛をなくそうと決意する中で、夏藤さんは自分の中の正義にのっとって意味を持って殺しを働いていましたの。乙骨雄太さんの純愛が戦う理由であるように、夏藤さんも大義を抱いて戦っていたんだなとしみじみ感じましたの。この大義を抱くまでの過程が怪玉玉折編の真髄、ここを総集編で分かりやすくまとめてくれたことに改めて感謝しかありませんの。驚いたポイント5つ目は乙骨雄太さんの学生証を夏藤さんが返すシーンですの。前に出した動画では五条さんが夏藤さんに何を告げたかを考えていましたが、大事なのは夏藤さんが学生証を
大切に思っていたということですの。劇場版呪術廻戦ゼロを見た当時の私は、学生証にどんな意味合いがあるのか全く分かっていませんでしたが、怪玉玉折編を見た後の今なら、下藤さんにとってあの輝かしい五条さんと過ごした青春の学生時代をその学生証に重ねていたんだなと分かりますの。キングヌーさんの逆夢とともに、沖縄のシーンや屈託のない2人の笑顔のシーン、そして五条さんの僕の親友だよたった一人のねがめちゃくちゃ心に刺さりますの。逆夢の歌詞も映画を見た時は、おっこつくんとリカちゃんの関係性を表しているんだと感動していましたが、それと同じぐらいに当たり前のように隣にいると思っていた五条さんと下藤さんの関係性を表していて、思わず泣いてしまいましたの。総じて怪玉玉折編を見た後じゃないと深く理解できない様々な思いが込められていたんだなと改めて感動しましたし、世間からこれだけ名作と言われるゆえんをしっかりと理解できましたの。ということで今回は呪術廻戦巻話前編についてのお話でしたの。基本的に原作を読まないし、同じアニメを2回見ることもほとんどない私ですが、ちょっと考え方を改めないとなと思うぐらいには心を強く動かされた総集編でしたの。このシーンが良かったという熱い思いや、実はこのシーンもなどの感想があれば、ぜひコメントしていってほしいですの。このチャンネルではアニメに関する動画とアニメのテレビ放送に合わせた同時視聴配信を毎日しておりますの。ぜひチャンネル登録と高評価をして同時視聴配信にも遊びに来てほしいですの。では今回の動画はここまで。またね、ですの。